はい、どうも、小判長翼です。ですね、日報の30代後半の男性の給料について語ります。ただいまね、リアルな共鳴最初集めたものを再生リストに並べてますので、動画説明欄に URL 貼ってますので、よければそちらからお届けくださいませ。ではいきます。基本給が43万6000円、時間外手当が6万8000円、家族手当が1万4000円、役職手当が4万7000円で、通勤手当が1万円、月収が57万5000円ですね。賞与が年間2回で230万2000円。年収が920万6000円となっています。こちら年収サイトと有価証券報告書よりですね。はい、終わります。